皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはアプローチレッスンをしていきます。このアプローチのレッスン、いろいろ今までさせていただきましたが、今回はこのボールの回転を意識しながら練習をしていくということをやってください。例えばこのフック回、グリーン周りのアプローチで20ヤードぐらいでフック回転をしてしまうのか、スライス回転をしてしまうのか、それともまっすぐボールが転がっていくのか、この3種類に分けられるんですが、このパターンをですね、自分のパターンを、まずはどのようなパターンになっているのかというのに気がついてください。これはですね、練習場で芝生の部分に落としていける練習場でしたら、その回転というのが分かりやすくなってきます。例えば落ちてからどっちに転がっていくのか、落ちてから左に行くのか右に行くのか、それともまっすぐ転がってくれるのかというのをですね、自分でチェックをしてみてください。これをまっすぐ転がるように練習をしていきます。どうしても体の回転が止まって手で打ってしまう方というのは左に回転しやすく、またこのように構えていてフォローのラインが高く上がってしまう方というのはフック回転しやすくなります。またこのようにインパクトから左肘を抜いて振られる方というのは右回転をしやすくなってきます。またこれストレートに持ってくるには、このフェイス面の向きを変えないように腰を少しリードさせながら回転させていく、このようになってくると、綺麗に入ってくるとボールはこのように綺麗に回転してまっすぐボールが転がってくれる、球筋が打てます。この自分のアプローチの、球筋がどのようになっているのかというのをまずは把握していただいて、その自分のアプローチの癖というのに気がついてください。この正しい打ち方で一度打ってみますが、フェース面まっすぐにしている状態、手首の角度を変えずに、フォローを上に上げずに、肘を抜かずに、ボディーターンだけこの形を変えずにまっすぐしっかりと打てているということに集中しながら練習をしてみてください。そこで落とした場所からまっすぐ転がるのかどうかというのをチェックして練習を進めてください。このボールの回転というのもですね、考えていくとアプローチ非常に良くなってきます。せっかくですねピン方向に出せても、転がりが左に、絶対左に行ってしまうとかですと、カップから離れていってしまいます。なのでですね、この回転しっかりと覚えていただいて練習を進めてください。本日は以上でレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。